여러분 언제 돌이 될지 모릅니다. 예, 좀 돌이 될지도 모른다는 그런 증거가 있어요. 여러분 과학 공부를 하셔야 됩니다. 빨리 과학 공부를 해두셔야 돼요. 여러분들이 생크입니다. 現実的な答えと僕の欲望的な答えっていうのは全然分かれると思うんですけれども、現実的なこれ真面目な話すると、これはもう2種類ですね。まず一つは視力が弱い方、これは眼鏡、これはもう絶対ですね。これないと即死なので、これはもう絶対最優先だと思います。それ僕幸い視力弱くないので、視力弱くない人にとっては一番重要なのは間違いなくナイフですね。これナイフあるなしでサバイバルの生存率ってもうめちゃくちゃに変わるらしいので、まあ、また劇なんですけれども、僕がサバイバルしたことないですから、まあ、これは絶対に必要ですね。ただまあ、それは真面目な話で、単純に僕の欲望で言うんだったら、やっぱインターネットが欲しいですね。え、여러가지가굉장히아쉽겠지만은요、돌이된세상에서제가혼자깨어난다면은、점프편집부가없잖아요。저점프편집부가없는게가장아쉬울것같습니다。다만、저라면은절대혼다상을깨우지않는걸로하겠습니다。これはインターネットですね。이게현실의물건중에서아쉬워할게굉장히많죠。현실의물건중에서가장아쉽지않은것은아무래도핵무기가아닐까요。예、핵무기가없는세계라는것은정말뭐랄까새로운우리가굉장히행복할수있는세계인것같고요。생쿠가핵무기가없는세계를꼭만들어줄거라고믿습니다。생쿠는기본적인문명의리키와만드는게재밌다고생각해서지금하고있는곳이라서뭔가리키가있을까라고말하면뭐이야만들었다고라는勢いで多分いると思うんです。ただ一番欲しいのはおそらくやつは素材だと思うんですよ。素材がなくて作れないものってまだまだ山ほどあるんで、まあ実はこれから先そういう展開になっていくのかもしれないです。わかんないですけど。これは真面目な話、実はあり得るはあり得ると思うんですね。それはなんでかっていうと、現実の現代の世界と違って、エネルギー効率と、あと、マンパワーにコストがかかるってことを全く気にしなくていい立場に彼はいるので、そういう条件を与えられると出てくる発明ってきっと僕あると思うので、まあ、もしかしたら本当にリアルな話できちゃうのかもしれないです。ただそれが作中に出るかどうかはわからない。